はい、どうも皆さん、バークレーです。デスニー2やっていきましょう。で、今回も PVP ではなくて、初心者講座的なことをやっていこうかなと思います。 VP での、なんで、別に、なるほど、こうした方がええ、あした方がええというか、そういうのになってまうかもしれんけど、まあこれを意識するだけで変わるんじゃないかとか、おすすめの武器だとかを紹介していこうかと思っております。はい、なんで、まあまあ、人によったら、いやそんなもん全然用事ないやろみたいなって思う人ももちろんいるだろうし、いやそこは違うだろう、ここはああだろう、もう本当に人の数だけ意見はあるんだろうと思うんですけど、個人的なあれでやっていこうかと思っております。はい、よろしくお願いいたします。で、最初何の説明していくかっていうと、まあとりあえずなるほど、まあ初歩的なことからやっていこうと思うので、まあ暇つぶしに見てやってください。それでは、一旦別の星に、別の星まあまあ別の星行ってきやす。はいはい、来ました。最初の説明なんですが、本当に単純なことから、レーダーの説明からやっていこうかと思っております。なんやレーダーかよって思った人、多々いると思うんですけど、まあなめちゃいけませんね。このゲームマジでレーダーゲーなんで、うん。で、なぜかっつうと、まあ他の FPS だったりすると、まあ連キル重ねたりしないとレーダー出せないだとか、まあ常にレーダーないだとか、はたまたまあある特殊部隊のゲームやったらドローン回さな敵の位置がわからへんとかね、まあ足跡がはっきり聞こえるだとか、まあそんな感じでもなく、左上のレーダーを見れば敵の位置大体どこにおるかなっていうのが結構はっきりわかるゲームなんで、VP やったらとにかくレーダーを見て敵を索敵する。うん、だから索敵っていう FPS ではかなり重要なところが楽なんですよね。うん、なんでまあまあそのレーダーの説明からやっていこうかと思います。はい、で、意識することなんですけど、なぜね VP 中はよほど開けたところ、スナイパーとかがよくおるところじゃない限り、基本的にはレーダーずっと見とけば、敵がどこにいるかっていうのは丸分かりなんですよね。例えば今左上、なんというかこっちにいますよね。これやったらこの方向、こっちに向くと今彼はあそこにいるんですよ。この方向に、左上と今俺が向いてる方向、今一致してますよね。まっすぐ向いてる方向に赤のレーダーが行っている。で、例えばどこ行ったらいいです、よいしょ、見やすいかな。で、これ後ろ向くとちょっと見にくいんですけど、これぐらいか。左上のレーダー、今度赤が下にありますよね。うん、なんでああいう時はまあ単純に真後ろにいると。で、方向で言えばずっとこっち、今ずっとこっちいる。自分がこっち行ってたら、まあ、これだったらちょうど真右ですよね。くるっと動いちゃってるけど、うん。で、どれぐらいの遠さであのただの線なのか、どれぐらいの近さで、よいしょ、これぐらいの濃い反応になるのか、まあ、今ちょうどぼーっとしてくれてるんでいいんですけど、ストーカー先生、これぐらいの距離ギリギリでも今線状態になってますよね。今岩の後ろにいますね。うん、で、あれもし今視認できてなくても、まあ、岩の後ろにいるっていうのはまあ丸分かりじゃないですか、レーダー上。もうこういうのを VP の時でも常に意識しながら、もう結構な割合でレーダーばっかり見るっていうのを意識づければ、もう敵の位置はずっと分かるはずです。はい、ただ、何人いるかまでは分かんないんで、やめて。例えば今、あいつの反応はあるんですけど、あそこに4人固まってようが、5人固まってようが、1個の反応だと思います。同じ方向にガバッと固まっとってもね。これぐらいでばらけ取ってくれたら、ちょっと方向は分かるんですけど、一定の方向だとちょっと分かりづらいんですが、とりあえず一体相手っていうことで。はい、で、今彼あそこにいるんですけど、これぐらいの距離でも反応してるんですよね。結構離れてると思います。これでも、はい、こんな感じで、ほら、こんだけ離れてもまだ反応する。で、これぐらい近づいたら、今度ほら、これぐらいの距離でやっと赤になるんですよね。これぐらいかな、これぐらいか、うん、今これぐらい、これぐらいの距離ですね、が赤の距離なんで、まあ、この光る限界の、なんていうやろ、左上の今の状態のレーダーの状態の限界の遠さが今これで、ちょっと離れるともうこの線になりますよね、左上のレーダーが。うん、この距離感っていうのを、ちゃんと把握して、で、まあ、今音で分かっちゃいますけど、まあ、仮にこっちにいて、うん、敵この岩の後ろにおるな、どれぐらいの距離かな、あ、近いなってなると、まあ普通に
ハンドキャノンとか構えるよりかはもちろんショットガンとかの方がいいですよね。まあそんな感じで、とにかく意識をレーダーしながらやってみてください。もうこれだけで全然変わると思います。敵の位置ずっと把握し続ける。でもしね、もうこいつとりあえず今から倒しちゃうんですけど、バーンバーンって撃つ、よっしゃ倒した。で次ちょうどまだあっちにレーダー映ってるんですけど、構えた後ってレーダーちょっとまあ消えますよね。構えてる時と構え終わった後レーダー一瞬消えますよね。なんですけど、よっしゃ倒した、リロードの間とかにどこにおるか見る。でおる方向に、まあ危なかったら隠れといて、で回復してから出ていくだとか、まあとにかくレーダーで敵の位置をずっと意識し続ける。もうまずこれが1個、うん、まあ、このゲームはねこれ意識してない、ずっとレーダー見てる見てないで全然戦績変わってくると思うんで、本当にごく初歩的なことなんですけど、あんまり意識してなかったって方一回意識してやってみてください。だいぶ違うと思います。はい。で D1 の時やったらね、あの赤の点滅じゃないわ、今赤の地下魚マークの時、あの時、まあ、上か下かにおったらちょっと薄くなったりして、あの高さまで、自分より上か下かまではっきり分かったんですけど、 D2 からそれがなくなってるのと、あと武器構え終わった後もちょっと間があるんですよ、レーダー映るタイミングって。今ちょっと、構えてる武器にレーダーチューナーっていうのをつけてるんでちょっとマシなんですけど、例えば今別の武器に切り替えました、なかなか、まあ若干の差ですけど、うん、出るのが遅いんですよね。だから撃ってる時と撃ち終わった直後っていうのは、敵の人レーダー見えないんで、そういう時真後ろから撃ったりするとかなり効果的ですね。撃ってる最中、撃ち終わった後のこのリロードする間、結構無防備です。まあそこを狙いって言われたらなかなかまあまあできないんですけど、うん、こういう時無防備な時っていうのも覚えてる方がいいかもしれませんね。はい。で、ちょっと場所変えてもう一個の説明の方をやっていこうかと思います。はい、来ました。ぼっちでプライベートマッチを開いてるんですが、ちょっと説明していこうかなと思います。何を説明するか、ね、ある特殊部隊のゲームでも、前のチャンネルとかでも説明したことあるような単語が出てくるんですけど、ヘッドラインっていうのについて説明していこうかなと思っております。はい。で、それなんだっつう感じですよね。で、日出しの方が説明しやすいんで、まあここはちょっとミスったかな、まあ大丈夫か。例えば、今構えてる高さ、このレティクルが出ている狙っている場所ですね、の高さです。これがまあ頭の位置なんですよね、多分合ってる、うん。で、これ何を意識するかっつうと、まずね、慣れてない方というか、このゲームってまあこういうでかい武器とか構えてたら邪魔じゃないですか。レティクルもちょっと目障りやし、武器もでかいし、でちょいちょい見るのが、走ってる時、まあ慣れてる人こんな感じで走ってるんですよ、レティクルの高さも。はい。でちょっと目障りやなっていう無意識の人、こんな感じで走ってるんですよ。うん。別にあの他のゲームだったりするとそんなに違和感ないんですけど、やっぱりね、あのヘッドショットを狙うゲームにおいて、走るときとかこうやって索敵するときにレティクルが下がってるっていうのはだいぶまずくて、うん、これもし癖づいてる人ちょっと直した方がいいかと思います。はい。でなぜかっつうと、まあ、もちろん、まあ、普通の銃構えてるときにこうやって敵を見る、うん。で例えばそこから敵が出てくるとしましょう。もうほとんどの人が気づきだと思うんですけど、この状態でぶち当たった時にこう構えるのんと、こう構えるのんと、こう構えるのやったら圧倒的に安定感と、速さが違うんですよね、先に当てる速さも、うん。でもしかしたらずれるかもしれないし、でこういう単発の銃だったらまあ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 、頭狙う練習にもなるんですけど、オートライフルとか、パルスライフルだとか、ああいうやつだったら、一発目胴体から頭にずらせばいいわみたいな感じで無意識になっちゃってる人とかもいると思うんですけど、やっぱり一発目からヘッドショット当てたいっすよね、うん。なんで、まあ、そこから敵が出てくる、レーダー見てそこから敵が出てくるってなった時はもうヘッドラインちゃんと合わせてこうやって狙うべきです。はい。で走り回る時もちょっと目障りかもしれんけど、一回ちょっとグイッとレティクル上げて、うん、こんな感じで走ってみてください。このゲーム自体、
ジャンプっていう、まあ、他の FPS にはないかなりな高さまでジャンプして戦う FPS なんで、もちろん、下向いてるよりここら辺の方が上もすぐ狙えるし、でもう狙った瞬間に頭やし、勝ち合った時にもね。なんで、なるべくヘッドラインに合わせたまんま走り回ってやった方がいいかと思います。これも意識づけるだけで全然違ってくるかと思います。はい、まあ、なんで、まあ、例えば他の銃、オートライフルとかでやりましょうか。例えばこれ弾あるんかな、ああるわ。こうやって、まあ、ここが頭としましょう。この白いやつ、このマーク、こうやってちょっとこの白の円のところがギリギリ頭やとしてください。だいぶでかいけど、こうやって胴体から勝ち上がった時に頭当てればええわみたいな感じでやるより、やっぱり一発目からこいつよぶれるけど頭当てたらええわっていう方がやっぱり、で、あの頭に当てるゲームなんで、ダメージは高くて、でキルタイムも早くなると思います。うん、どうしてもその方がいい。胴体すぐ当てるよりかは、まあ、ちょっと遅れても頭当てた方がぶっちゃけ強いんで、そこら辺はヘッドショットかなり意識してやるべきだと思います。はい、で、まあ、またそんなことかと思ったかもしれないですけど、もしできてない人がいたら、やってみてください。とりあえず2個目、ヘッドラインの意識ですね。うん、で、1個目説明したレーダー見ながら敵がいるところでは、まあ、例えばこれ東のところで説明したんですけど、さっきのレーダーが結構な把握能力まで上がってきたよと。うん、でこういうところ、相手の方が頭の位置が高いところで戦いそうやなってところはちゃんと、ガーディアンがここにいたら、あ、ここら辺やなっていうのも意識して、うん、ここやったら低いからね、その階段の上におったら、だから階段の上以上におるんやったら、この場合、ガーディアンはここら辺に頭があるっていうのも意識しながらやると、また全然変わってくると思います。はい、で、次おすすめの武器の種類だとかを、やっていこうかと思います。このまんま、はい、はい、一応切ったんですけど間、まあまあ先の続きでございます。おすすめの武器ですね。うん、あの僕の動画自体に PVP のやつとかで上げてるやつばっかりをちょっとチョイスして説明していこうかなと思っております。うん、で、まずほんまに初心者の人で、でギャンビットとかよくギャンビットはよくやるよとかいう人、うん、店売りのバイゴンズ、これがね、多分なんやろ、めちゃめちゃ強い部類に入りますこれ。うん、どれぐらいかっつうとよくわかんないけど、なんせ強い、これだけはっきり言えますね。うん、で、例えばまあ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 、ここら辺はお好みでいいんやけども、パーク、これ店売りなんで固定です。キルクリップ、敵を倒した後にリロードするとダメージが増加する。これ自体だいぶ優秀なパークで、まあ、倒した後に、リロードしたらちょっとまあダメージ上がってるよと、うん、かなり上がるんで、安定してヘッドショット当てれば、かなりのキルタイムが出る、パークですね。うん、で次、パルスライフルって普通指切りせなあかんのやけど、もうこれはフルオットリガーシステムがついてるんで、長押ししてるだけで使えるよと。もうこれだけでね、だいぶ使いやすいパルスライフル で遠距離も中距離も、まあ、近距離はもちろんね、あの他の武器に負けたりするんやけども、うん、普通に打ち合いの分にはかなり強いですね。見せ売りとは思えないレベルです。で、マスターワークもね、射程距離の方がええっていう人ももちろんいると思うんですけど、初心者の方に勧めるには安定性の方がちょうど良かったなと思って、なぜかっていうと安定性っていうのは縦ブレに対しての、ステータスなんですよ。だからパルスライフルっていうのは撃つたびに、まあ、3点バーストやからワントリガーで上に上がりたがる銃なんですよね。だから仮に安定性を上げておくと、もうその上に上がる癖がどんどん抑えられていって、で頭になおさら当てやすくなるっていう状態になるんで、店売りの中ではほんまにめちゃめちゃおすすめです。これが一番おすすめ。うん、とりあえずギャンビットやっといてランク9までぐらいまで上げたらもう買えるから、これで VP でめちゃめちゃ使える。もうこれはぜひ入手してほしい武器ですね。はい、これ1個目。あ、でさっきのやつ一応どんな使い勝手かっていうのは VP の動画の何倍やったかな、シャープは覚えてないけど一応出してるんで、気になった方は見てください。はい、で次、まあ、これ1年目のやつなんで一応紹介するんですけど、これも、ハンドキャノンやけど、まあパルスライフルみたいな感じやね、3点バースト。はい、これ何がいいかっつうと、倒したら回復してくれます。うん、で距離も長い、まあどんな距離でも戦えるっていう感じで、うん、
で倒しただけで回復っていう点では初心者の人にはおすすめしてもありなんじゃないかと思います。はい、でマスターワーク化すると射程距離、このオレンジ色の部分、黄色かなの部分が、マスターワークで伸びるんですけど、まあ、ここら辺もかなりいい点で、まあまあ使いやすいんじゃないかな。倒したら、全回復で精密キルしたら、リロードせずにまた連続で、戦いができると、うん、これも結構おすすめいたします。はい、で次、メイン武器の方はもう少しで終わります。まだ終わらんか。次これハンドキャノン使いたいって人、さっきのはね一応ハンドキャノンやけどパルスっていう部類にしときましょう、うん、バースやし、パルスパルスときたんで、次こっち、エネルギー枠の方でハンドキャノントラスト、これがねもう本当にハンドキャノンの VP で使うんやったら一番おすすめする銃です。これもギャンビットのやつですね。よいしょ、これさっきから売ってるやつ、これがねヘッドショット4発で終わらせれます。はい、で倒せるって感じですね、うん、この4発。音もいいしなかなか、気に入ってる人も多いかと思うんですけど、慣れればだいぶ強いんで、で話に聞くところによると、まあそんなに俺この銃使ってないから分かんないんやけど、頭の判定も他の銃に比べると若干でかいらしくて、でブレも少ないし、まあ、4発当たりは倒せるって分で初心者と人にもおすすめできるハンドキャノンなんじゃないかなっていう感じでございます。うん、だからバイゴンズ取りに行くついでにこれもゲットできるとは思うんで、そのうち、はい、これもちょっとおすすめのハンドキャノンとして、覚えておいてください。まあ、これもそのうち VP で動画上げようと思ってるんで、で次、またもやエネルギー枠かな、今アイアンバナーもうすぐ終わっちゃうんやけど、ウルフクロウ、これもねちょ個人的にはおすすめで、まあレートが高いパルスライフルです。こんな感じ、もう一回、うん、でこれもねあのちょっとレートが高いから使いにくいかなと思うかもしれないんですけど、まあ、これはもう数打ち当たるタイプのやつですね、うんまあ初心者におすすめというより、もし今紹介してるやつの中で、なんかそんなんていうんだろう、使えんかったというか俺気に入らんかったっていう場合にこれちょっと癖があるんで使ってみてください。うん、まあ普通にレート高いから面白いんじゃないかなっていう感じでございます。はい、でちょっとパルス多めなんですけど、次、あオートライフルも行きましょうか。これがね手に入れ方がちょっとめんどくさくて、バンシー44だってるんかわかんないけど、武器とか解体した時のあのパーツあるじゃないですか。であれ100個渡したらもらえる確率があるやつで、1年目からあるやつやけど、バンシーに今、解体素材を渡せばランダムで、手に入ります。ハルフダンディ、これもね結構おすすめできますね。これも一応また動画出してるんで、使用感とかそちらの方で見ていただいた方がいいかもしれないんですが、何がいいか、長距離で戦える、で低レート、うん、それそこごめんなさい、低レートっていうのがかなりいい部分で、うん、エイム自体はちょっとブレ気味に見えるんですけど、結構判定もでかいというか、まあまあこれもちょっとめんどくさい銃なんですけど、まあ、低レートな分、使いやすいかとは思います。はい、な感じかな、とりあえず、あまだだまだだ、まあ、適当にざっくり紹介していくんで、気になった武器使っていってみてください。ちょっと待ってください。次、これグラビトンランス、これも1年目なんで手に入るチャンスが多いかと思って紹介します。ね安定性がバカ高いんで、まあ、打ってみましょう。うん、こんな感じで一発目から頭にちゃんと当てていけば3トリガーで終わります。で終わる感じ、うん、で、倒した後爆発とかしてくれるし、まあ気持ちいいってだけなんやけど、まあ、普通にこれもねバイゴーンズと、一緒のパルスライフルなんですけど、うん、これもこれでかなり使いやすいんですよね。うん、まあ一回これも使ってみてください。一応これも、VP の動画であります。はい、あとなんやろ、ざっくり武器は紹介していくんで、次、メイン枠いきましょうか。これがあれっすね、メインウェポンの最後かな、最後やね。はい、初心者には進めれないかもしれないんですけど、
個人的にちょっとだいぶ難しい武器の、ジャンルに入れてる武器で切り札で、これのいいところ誰でも手に入れれる、うん、ストーリーさえ終わらせればで、その後適当にクエストをやれば終わらせれるっていうところで、まあ誰でも手に入れるチャンスがちゃんとある、うん、運じゃなくて、はい。で、何が強いか、まあ長距離射程プラスなるな、ちょうどいいんですけど、例えばこいつさっきのバイゴーンで紹介したやつね、キルクリップってあるじゃないですか。これってリロードした倒してリロードした後数秒間ダメージが上がります。はい、まあ、数秒なんで、その間に敵に合わなかったりしたら意味がないパーク、意味がないパークなんですよ。でこいつ、キル後にリロードするとそのマガジンに通常よりも威力の高い弾薬がリロードされる。これがね、言ったらキルクリップなんですよね。うん、まあ、ほんま文字の配列通り、配列通り意味わからんな、まあ、文字通りキルクリップと似たような感じなんですけど、こいつの場合はね、倒した後打ち切るまではその弾薬の数はダメージ高いっていう利点があって、例えば倒しました、リロードします、この時点で左下に6発かける6って表記が出てくるんですけど、それ打ち切るまで、死んだりするまでは、なくならないんで、その6発は常にダメージが高いんですよ。はい、でこのレートで1発ダメージ減少70で、メメントモリ発動後、1発90になります。でそれやったら結局3発減少いるんやけども、まあ、体だったりしても倒せる場合があるっていうのもあるし、でホタル付きなんで、あのヘッドショットぶち抜けば爆発するし、で距離も長いし、うん、まあ利点っていうのは必ず、エキゾ武器っていうのは何かしらあるんで、であとこいつ、最初に説明したあのレーダー構えてる間は見えないよっていうやつ、ハンターの間抜け探知機とかもそうなんやけど、照準時にレーダーが表示される、これも初心者の人に勧めれる理由ですね。エースを使ってる限りはレーダーが消えることはないんですよ。だから打ち合いしてる最中でもレーダー見えるし、打ち終わった後やろうが何やろうがいつでも見えてるんで、敵の索敵もだいぶ楽になってくるんですよ。これだけで、行動に迷いもなくなってくると思います。はい、まあ、だいぶおすすめできる武器ですね。極めればめちゃめちゃ強いです。でついでに、これも動画も出してるんですけど、その時に組み合わせも紹介してるんですが、これタイタン専用になっちゃうんですけど、切り札をさらに夢のある武器に変えれることができる防具ですね。はい、何かつうと、この復讐っていう、パークが発動すれば、まあ、ダメージ上がるんですよ。うん、でエースの必勝のダメージが98になると、だから下手に耐久低い人やったら2発で飛ぶようになるんですよね。うん、それだけでも全然切り札をさらに、強くしてくれる防具なんで、タイタン使いの人はもうぜひこの組み合わせやってみてほしいでございます。はい、マジでかっこいい、強い、大好き。ね、メインはこれぐらいかな。初心者の人一回、初心者の人って言い方が悪いですね、まだ VP 不慣れな方、うん、これ VE がメインのゲームですからね、うん、VP まだ、慣れてない方一回使ってみてください。今紹介した武器を、なんだっけ、トラスト、トラストとウルフクロウと、グラビトンランス、ほんで、切り札ハルフダンディバイゴーンズで、この中で一番のおすすめ、あ、クリムゾンかと、一番のおすすめは店売りのバイゴーンズですね。これはマジでいい。であと、できればこれも使いこなしてほしい。俺は使いこなせないけど、皆さん使いこなしてください、マジで強いから。うん、でタイタン使いの人、特に固めのマスク持ってたら使ってみてください。夢のある武器にまた変わります。でこれでメイン枠は、一旦終わります。まだ話結構長いと思うんで、見飽きた方はもうプラスバックしてください。で、次、初心者の人に勧めるサブウェポン、まあ、ショットガンとかフュージョンライフルだとか、あの類ですね。はい、で個人的に勧めるジャンル、何や、ショットガンの、うん、エネルギー枠のジャンルはやっぱりショットガンですね。これはどうしても、なんでしょうね、人によったらいやいやショットガンかよみたいな感じになるとは思うんですけど、どうしても強いんですよ今このゲーム。まあさらにレーダーが常に見えるっていうのがあるせいで、まあ、レーダー見ればどこの距離におるかっていうのがはっきり分かる分、
まあ例えばこれメインウェポンとして走り回っとってレーダー見とって、あ近いショットガンバーンっていけるわけですよ。うん、レーダーがもしなかったらいつそんな感じになるかわからへんから、まあもしショットガンだけ構えて走っとって遠距離からバカスカ撃たれて倒れる、当たり前ですよね。他のゲームでもよくあります。で、普通のメインウェポン構えとって走っとるけどバッタリショットガン通って追って倒される、これが普通の FPS やけど、これはレーダーがあるから、まあショットガンで近づこうと思えばいくらでも近づけるんですよ。うん、やろうと思えばね、慣れてる人やったら。だから近距離戦好きな人だとか、まあ一撃でぶっ倒したいとか、やっぱり使われても思うと思うんですけど、まあショットガンは異様にやっぱりこのゲームでは VP では強い武器なんで、一番おすすめするのはやっぱり僕の場合はショットガンになっちゃいます。はい、でその中でも、おすすめできるショットガンですね、これはコレクションから説明していきましょう。武器で、ショットガンで、この中で、おすすめできる武器ですね、個人的に。まず誰でも手に入りやすいやつ、いつでも手に入れれるやつ、ホーソンの IO ショットガン、フルオートトリガーシステムで、連射型ですね。これめちゃめちゃ使いやすいです。はい、パーク自体はそんなにいいもんじゃないんですけど、まあ、これの場合アサルトマガジンとかつけるとさらに、連射速度が上昇して、で螺旋光バレルもついてるけど、こっちはねなんか噂によると表記だけの話で弱くなるらしいから、まあ螺旋光バレルのまんまでいいんじゃないかな。うん、であとマスターワークも一応できるんで、射程だとかダッシュもありなんじゃないかな。うん、まあ、これもちょっとおすすめする連射型の、ショットガンでございます。で次、まあ、いろんなおすすめ教えてもらったんやけど、使ってみてあこれは強いなと思った武器だけ紹介していきます。ダブルトラブル、これ入手する機会がなかなか多くはないんですけど、威力型のショットガンではかなりおすすめできる武器ですね。というかあんまりないけどね、威力型が。これもだいぶおすすめします。ダブルトラブル強いですよ。これが、1個目、まあ言ったらキネティック枠の、キネティック枠って言ったらいいんかな、そやな、第一武器枠の、ショットガン。や次、第一武器枠ダストロックブルース、まあ、これもあの威力型ではなくて、まあまあ普通のショットガンって言ったらいいんかな、単発の。これもだいぶおすすめできる武器でございます。はい、これが、地球の失われたセクターとかでも周回すれば、結構集めやすいらしいんで一回やってみてください。で次、バットランダー、これもよく見かけるんじゃないかな、連射型のショットガンの中ではまたおすすめできる武器でございます。はい、で2年目なんで、もちろんパーク、2個目まで普通に拾えばあるはずなんで、まあ、これもちょっと使ってみてください。連射型ですこれは。はい、一発で、仕留める自信がないっていう人は、まあ、放送内容ショットガン、まあ、VPVE でずっと使ってるようなイケロスでも別にありだと思います。はい、で、バットランダー、次単発の方、再起される物語、夢見の都市の、武器ですね。うん、これもさっきのダストロックブルース同様、精密フレームのショットガンなんで、まあ、単発っちゃ単発です普通に。うん、ただ威力が取りかも連射は効くはずだよね、多分確かだったはず。あ、うん、若干やけどね。はい、その代わり射程距離が長いんで、まあまあ使いやすい単発のショットガンです。で次最後、マインドベンダーの野望、これがナイトフォールの固有武器で、何やったっけな、名前ちょっと忘れちゃったけど、これも威力型の中というか威力型でだいぶ強いショットガンなんで、これもぜひ使ってみてください。まあ、個人的に使ったことがある武器だけ今紹介したんですけど、フォロワーさんの方とかに教えてもらったやつだったら、いやいやパーフェクトパラドックスだとか、であとどれだっけ、これかスターダストパーセル、これもなんか使いやすいとは聞きました。うん、これもギャンビットの銃かな。まあ、この2つ教えてもらっただけなんですけど、実際使ったことないんではっきり強いって僕の口から言えないんですけど、フォロワーさんが言うんだから強いと思います。はい、まあ、ショットガンの中のおすすめはこんな感じで、次、次はね一応今持ってるんですけど、まあ、こっちで言うとややこしいか、他別に言うもんないよね。うん、2個だけ紹介します、使いやすいやつやから。次、標準ライフル、こっち、ウェイ、メインフード、まずこれ、これが使いやすくて強いっ
ていう感じでございます。これはもうフォロワーさんがみんな強い強い言うから多分間違いなく強いはず、安定性が良くて、まあ、使いやすいフュージョンライフルみたいな感じで、まあ一回使ってみてください。ちょっと俺個人的にはあんまり使ったことないんですけど、あんだけ言うてくれるんやったら絶対強いはず、はい、で自分で使ってみて、あこれ使いやすい、俺みたいな、こっちかメインフード2年目ですね。で自分で使ってみて、これは強いな、俺みたいなフュージョンライフル初心者でも、まあ、適当に当てればなんとか倒してくれる、武器の性能で倒してくれるっていう武器、ね、発射時間自体チャージ時間長いんで慣れないといけないんですけど、発射時間さえ意識できれば、強いかと思います。威力が高いんで、とりあえず結構な距離でもね飛ばしてくれます、普通に、まあ、中距離ぐらい、結構な距離、やってくれるんで、これ自体バンシー44の武器交換でも出るんで、こういうパークとか変えれば威力もまだ上がるし、でマスターワークの方だとか やっても、2年目のやつやったら普通に射程距離とかああいう感じで出てるんで、はい、で2個目のパークとかもね、2年目あたりついてます。はい、フュージョンライフルでは、メインフードとエレンティル FR4、 この2つをおすすめいたします。使ってみてください。で、もう最後、武器紹介で終わっちゃうんですが、あちょっと待って、あの防具だ、長々となりますけど、次、これ揃えてほしい。例えば今からじゃあ切り札使います、はい、でショットガン使います、はい、でまあここは何でもいいや、この2つ今話します。頭のね照準設定っていうやつ、これをね合わせておいてほしい、ちゃんと、ハンドキャノンならハンドキャノンだとかに合わせてる方が絶対いい。はい、残り5分ね、はい、でこれまあさっさと説明いたしましょう。照準設定だとか頭の照準設定と胴体のひるみ軽減だけは合わせておいてほしいですね、撃たれた時になかなかひるまなくなるやつと、あと狙いやすくなるやつ、頭と胴体だけは押さえておいてほしい、とりあえず、で腕はリロード速度で、足はあのハンドリング系統の話なんで、とりあえずこれはなくてもまだ大丈夫かなと思うんやけど、この胴体と頭は全然使い勝手が変わってくるんで、ここだけは自分が使うメイン武器に合わせておいてほしいですね。半キャやったら半キャ、オートライフルやったらオートライフル、パルスやったらパルス、できればなんですけど合わせておいてほしい。これだけでも全然違います、はい。で、あと最後に、クラススキル、これはね本当人の趣味で使いたいとかそんなんでも全然変わってくると思うんですけど、やっぱりねあのキルを重ねるためにやりやすいスーパーチャージっていうのはどうしても単発よりね継続系になっちゃうと思うんですよね。この方がやっぱりキルは取りやすいと思います。ルールにもよると思うんですけど、普通のクイックプレイ、クラッシュだったりコントロールだったり6対6のルールではやっぱりあの継続系のこういう、タイタンだったらハボックフィストだとか、他のやつは単発ないかなんやけど継続系ですね。なんせここら辺のスキルを使った方がやりやすいかと思います。ハンターだったらねそういう継続系を潰すために刃の雨とか使うのも全然ありだと思うんですけど、まだ VP 慣れてない方、連キルやっぱりしたいなって方は継続系のスーパーチャージをプラススキルか使った方がいいかと思います。はい、でなかなか倒せなくてスーパーチャージがたまらないっていう方はモッドにスーパースキルモッドをたらふくつけましょう。時間経過だけで結構たまってくれるんで、これも全然ありかと思います。俺の場合全部スーパースキルモッドつけてるんで全然キルできなくてもとりあえずスーパーうるせえなスーパーチャージは溜まってくれるんで、ここら辺も、だれてない方おすすめ、したいところでございます。はい、長々となっちゃいましたが、まあ、これで終わりたいと思います。で最後にねあと気が向いたらちゃんとヘビーウェポンも気使わないで練習もしないといけないんで、気使わないでねガンガン取っていって練習するのもいいし、ヘビーウェポンも使ってください。全然これでキルも稼げる量が違うんで、取ったらなんかあれかなっていう気はもちろん、優しい人だったらすると思うんですけど、もうガメつく取ってください。練習しないと上手くならないこれは一生、だから練習しましょう。ロケランとかもね打ち合いで例えばね、こんな感じで打つのもまあまあいいんやろうけど、ロケランってやっぱり真上から打ったら強いからこんな感じで
だとかそこら辺もね自分でやっていかんと、あな、こうやって使った方がええんかっていう風にもならへんやろうから、うん、使っていってください。ヘビーウェポンも、はい、な感じでございます。で一旦ちょっと、帯と戻りやしょう。はい、戻ってきました。長々と、ただただ喋るだけの動画になっちゃったんですけど、いかがだったでしょうか。とりあえずレーダーを意識するとあと、ヘッドラインの意識だとか、まあ、レーダーに合わせて場所に合わせてヘッドラインを合わせる、でおすすめの武器っていう感じで紹介させてもらいました。本当に個人的な偏見だけでやってるんで、人によったら本当に お前言ってること全然違えよみたいな人ももちろんいると思います。はい、まあ、ただそこら辺はもう温かい目で見てもらうしかないんですけど、もし参考にはなるか分かんないけど、うん、ちょっとでも役に立てたらと思い動画出させてもらいました。長々と最後までご視聴ありがとうございます。明日もお仕事に学校に頑張ってください。それではお疲れ様です。